続いて BTS のファンです。この前の活動休止発表、がとてもショックで、同時に自分がどれだけ BTS に依存してたか気づきました。推し活をしながら自分軸を保つにはどうしたらいいでしょうかということなんですが、セルフコンパッションとか D ラボでも紹介してますけど、やっぱりね、自分の人生の主人公を自分以外にしちゃダメです、やっぱり。それこそ別にアイドルとかね、そういう BTS さんとか、そういうのが好きなのはいいんですよ。でも好きなのはなんでかっていうと、そういう曲を聴いて自分が元気になって、自分の将来とか仕事とかやりたいことと向き合えるから。つまり、それを勇気にして、ね、もらったものを勇気にして、自分の人生を良くする行動に変えていかなかったら、これは依存になっちゃうわけなんですよ。だから、なんだろう。別にこの相談者さんのことをどうこうっていう話ではないんですけど、やっぱりね、そのなんかこう、自分を愛せない人って、自分が、その、みんながいいって言ってるものを愛することによって、愛せない自分への代理行動にするんですよ。心理学的に言うと。だから、やっぱアイドルとか、追っかけとかして、めっちゃハマりやすい人って、やっぱメンタルに問題あることが多くて、何かをきっかけにして、自分の人生と向き合うようになるというか、その人生の主人公がアイドルではなくて、自分にちゃんとなると、急にそのアイドルの活動が冷めるってことが結構あるわけなんですよね。だから、これをだから機にですね、BTS の皆さんも自分たちの人生を向き合いたいというか、ね、自分をね、主人公にして生きていきたいと思ってソロ活動に移行したわけなんだから、それに習って、もらった勇気を使って、自分がね、まずは主人公になって、で、変わった自分をね、やっぱりね、BTS のみんなのおかげで自分はこういう風に変われたよってことを言えるようにしてあげないと、ね、かわいそうだと思うんですけどね、BTS の皆さんもね。だってその依存的になっちゃって、自分の人生と、自分たちの活動のせいで自分との人生と向き合えない人が増えてるって悲しいことだと思うので、だから BTS の人を悲しませないためにも、自分のね、人生の中では自分が主人公になるというのを、心がけた方が僕はいいんじゃないか。少なくとも僕が応援される側の立場だったらそう思います。はい。